15分現在、茨城県東海村にある運転停止中の東海第二原子力発電所を含む茨城県内の原子力関連施設から異常があったという報告は入っていないということです。その茨城県の東海村の様子、現在の様子です。現在原発周辺で放射線量を測定しているモニタリングポストの値などの状況を確認しているということです。改めてお伝えします。茨城県防災危機管理課によりますと、午後11時15分現在、茨城県東海村にある運転停止中の東海第二原子力発電所を含む茨城県内の原子力関連施設から異常があったという報告は入っていないということです。現在原発周辺で放射線量を測定しているモニタリングポストの値などの状況を確認しているということです。茨城県の東海村の現在の様子を映しています。少し明かりなども見えています。